じゃ、そういうことで、えっとそのローレンツ変換というやつがですね。電磁気学の、まあ、電磁気学は、今度はそのローレンツ変換に対する普遍性というのは実は持ってるんですね。 対しというか正確に言うと強変というようなそういう性質を持ってるんですけども電磁気学が不変というか電磁気学の中で出てくる方程式ですね物理法則がローレンツ変換に対して不変というか強変形が変わらないというような性質を持ってるんですけどもじゃそのローレンツ変換って何なんだこれこそがまさに鍵に。 あの、相対性理論の鍵になっていくので、えっと、ま、ローレンツ変換そのものはですね、相対性理論がアイシュタインが作る、ま、それよりも前に、むしろこのローレンツとかそういう人たちによって、ま、作り上げられていたんですけれども、ま、そのローレンツ変換が具体的にどんなものなのかっていうのはですね、ま、せっかくなので、もう導いてみましょう。えっと、ローレンツ変換を導く計算自体もですね、使うのは2乗の計算くらいとかなので、 えー、基本的には、えーえー、中学3年生であれば十分ついてくることができるような計算です。てか、もっと言えば、あのー、ほとんど2乗とかだけでできるので、中1くらいの数学の知識で実はできちゃうんですね。ただ、途中途中にやっぱり物理的なセットアップがいろいろと出てきて、そこのその、どんな物理をやってるのかっていうところが鍵になるので、そこを少しずつ抑えながらやっていきたいと思うんですけども、まあ、あの、せっかくなのでね、相対性理論の出発点のところから考えながらやっていきたいんですけども、 じゃあ、今からですね、そのローレンツ変換っていうのを導きたいんですが、それはどういうものかというとですね、これは、先ほどのそのガリレー変換と基本的にセットアップは同じなんですよ。ほとんど同じなんですよ。それは、えっ、ー、と、止まっている人ですね、止まっている S3 という人がいて、で、この人が、この人が、まあ、現象を観察するわけです。これもいくつかの、えっ、ー、と、先ほどのって言いましたけども、まあ、何個か前の動画ですね、でも言ってるんですけども、とにかく相対性理論っていうのも何やってるのかというと、一人、まず人間がいました。 で、それに対してですね、もう一人動いている人がいましたと。まあ、速度 V で動いている人がいて、で、その人に、その人にまた、あ、ちょっとごめんなさい、色変えた方がいいですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、動いている、速度 V で動いている人がいて、で、その人はその人で自分で物差しを持っていて、現象を観察するんだとで。この人は動いている人なんですね。動いている人で、まあ、一定の V で。 でまあ動いている人がいて、一定の V で動いている人、S プライムさんという人がいて、その人たち、その2人の人間が、ボールが例えば飛んでますみたいな、こういう現象について観察をするんだと。その時に、S さんは S さんで自分の座標軸で見て物体がどこにいるか、S プライムさんは S プライムさんで自分の座標軸で見て物体がどこにいるか、これを測るんだと。さらに物理の場合は現象を測るときに、当然時間も測りますから、大事なのは、S さんは S さんで時計を持っていて、 で、s さん s さんの時計を持っていて、これで持って2人でこの1つのボールの動き方、現象を測定するんだということをやるわけです。で、まあ、それがどういうふうにお互いに見え合ってるかみたいなことを考えるんだというね。まあ、これあの、ガリレー変換とセットアップ基本的に一緒だったんですよね。で、その時に相対性理論、特殊相対性理論では、このセットアップはこれ一緒なんですけども、重要な過程を2つ置くんです。過程というか、まあ原、原理として 2, 人2つ与えるんですけど、そのうち1つ目が、 特殊相対性原理といって特殊相対性原理といって特殊相対性原理といってそれは互いに一定の速度で動き合う形、まあ、これはお互いに完成形と言います完成形完成形っていうのはまあ定義で言えば完成の法則が成立するような形で、えー、もうちょっと言うと 加速度運動をしてない系ってことになるんですけど、えー、一定の速度で動いてるシステムってことになるんですけど、えっ、ー、と、まあ、一定の速度で動いてるってのはもちろん誰に対してかって話なので、まあ、二人いてですね。で、この人が例えば基準として、例えばこの人止まってると考えたときに、この人は一定の速度 V で動いてる。つまり、この人から見たら、この V、ね、V という速度でもってこう動いてると。だからこの V のこの値は、この人が測った V ですね。で、ただ、えっ、ー、と、互いにこれはお互い相対速度を持ってるわけで、 この人からしてみれば、この人はむしろ反対側にマイナス V で動いてるわけです。だから、この人が測ったこの人物の速度はマイナス V ってことになります。いいですかねっていうふうに、まあ、互いに一定の速度で動いている人たち、まあそういうのは完成形というふうに言って、で、あの、まあ完成形はだから無限にありますね。 一定の速度で動いている人であれば全部それをお互いに完成形ってなるので例えば誰かが 2V で動いている第 3, あの3者がいればその人もこの2人にとってもあ全員完成形ですし 4V とか 5V とか 0.1V とかで動いている別の人たちもみんな完成形互いに完成形になるので、まあ、そういう完成形は無限個作れるんですけどもそういうです、ねえーとまあ、2位の完成形においていろいろ完成形いるんですけど 任意の完成形。完成形がいるって言い方もね、あの、いくつか前の動画でも言ってたんですけど、任意の完成形ってのはつまり、観測者が、まあ、任意いてですね、たくさんいてでいて、で、その観測者ごとにみんな座標軸持ってますから、まあ、そういう人たちのことを、この座標軸を持って観察してる、このセットを K っていうんですね。その K あのがまあ2の形、まあ、任意の完成形が、まあ、いるとか、任意の完成形があるとか言い方を僕からはします。その任意の完成形において、えっ、ー、と、物理法則は全て、全ての物理法則は、 全ての物理法則がまあ同じです、ねまあ、もうちょっと言うと共変っていうふうに言った方がいいかもしれないですけどもつまり全部、えっと、物理法則っていろいろありますけれども、えっと、力学も電磁気学も全部同じ法則に従っていてで、えっと、法則に従っていってるという意味はこの人が現象を観察してもこの人が現象を観察してもやっぱり全く同じようになりますよと。 同じ初期条件で物を投げたら全く同じように動くし、まあ、えっ、ー、と、物じゃなくてもよけて、電、あの、電波とか地場でも構わないわけですけれども、そういう電磁器についての実験やっても、この二人どっちがやっても同じ結果が出るよっていうことを言ってるのがこれです。これをまず仮定すると。と えっと、ガリレイの、えっと、これもともとこういう相対性ってことを考えたのは、えっと、いくつか前の動画でも言い始めましたけど、もともとガリレイ、ガリレオガリレイなわけですけど、ガリレイが考えたあの、ガリレイ変換ってやつはですね、ニュートン力学については成り立ってるんですよね。ただ、電磁気学については成り立っていなかったという意味で、ガリレイ変換に対する対称性は、力学については成り立ってるんだけれども、全てのって書いてあるけど、電磁気の物理法則については、その対称性を持ってなかったんですよね。 一定の速度で動いている人が観察すると物理法則が少し変わって見えると。まあ、具体的には電磁波の速度が変わって見えるってことに影響してくるんですけど、そういうものになっている。でなので、えっ、ー、と、ガリレーはそういうようなニュートン力学でのみ成立するようなものについてま考えてたような形になるんですけども、それはまあ後々結果的にそういうものを考えてたってことになるんですけど、相対性原理の場合ですね、相対性理論でここで置いている過程というのは、すべての物理法則が任意の完成形において同じであるということなんですね。 でまあ、これとも関係してるんですけれども、もう一つ、高速普遍の原理というのを仮定していて、 高速いいうののを仮定していて、まあ、真空中の高速ですあの光の速さはね水の中入ったりとか油の中入ったりいったらスローダウンしますから一番光が速いというか、まあ、あの最も光の本来の速さというのは真空中のもののないところでの速さになるわけですけどもその真空中での光の速さは真空中での光の光速さ、まあ、いろんな向きに行くんでねあの方向はいろいろあるかもしれないですけれども真空中での光の速さは同じようにこの2意の完成形で同一であると。 これもまあ、ある種特殊相対性議論にちょっと引きずっているところがありますけれども、どのシステムから見ても光の速さは変わらないんだと。でまあ、これとか全ての完成形ね、一定の速度で動き合うあの,のたち同士っていうのは、全て等価であって、どれかが優れてるとか優れてないとか、どれかが一番の、まあ、メインであって、あとはサブみたいな、そういうことはないんだってことを言ってるんですよね。例えば、光の速さが、えっ、ー、と、完成形で狂ってきたりとかすると、それぞれ違ってたりとかすると、例えば一番速いの誰なんだみたいな話になったりとかすると、 その一番速いやつがちょっと基準になったりする可能性ってあるわけですよ。でもそんなことないですよ。全て等価ですよっていうことはまあ、ここで仮定してるわけです。で、まあ、この二つの話ですね。もちろん、その、えっ、ー、と、まあ、これはガリレー変換の話をさらに電磁気学まで拡張した話になりますけども、高速普遍の原理は、そもそも、えっ、ー、と、まあ、一つは電磁気学から出てきた話ですね。電磁気学のそのマクセウロ方程式を解いていた結果、そしたらその、えっ、ー、と、光というのが、まあ、電磁波。まあ、光の速さというのはその電磁波の速さに一致していて、 でその電磁波の速さ、真空中をね、あの、真空中であれば、秒速30万キロで進むという、その速さ。あれが、真空の有電率と透磁率から出てくるわけですね。真空中の有電率と透磁率の掛け算で、まあ、それをルートしたもので、これが真空中の,、えーのまあ、光の速さだということで決まるわけなんですけども、つまりなんか、有電率と透磁率というとですね、しかもその真空中という、その、この空間そのものが持っている性質、そこからこの値が決まってくるんですよね。 だかからなんかこのある種その宇宙の一つのなんか絶対的な基準みたいなそういうものになっていてって考えるとちょっとこれっていうのは誰かから測ったやつとかそういうのとはひょっとすると関係ないのではないかと空間とかこの世界そのものが持っている物理定数みたいなもんなんじゃないのかっていう気もちょっとしてくるわけですよ。 まあそういった理論背景であるとか、えーまあ、あとはもちろんあのマイケルソン・モーリーの実験っていう、ね、やつでもそのエーテルが存在しないということが分かったとか、様々なまあ背景がまあ,あるとは思うんですけども、あのまあアイゼン自身は特殊相対性理論の時にそのマイケルソン・モーリーの実験については言及していないので、だからまあその実験について知ってたのか知らなかったのかっていうのはよく分からないですけれども、ただまあ確かにその当時ですね、いろいろと光の速さについては、いろんな人たちがまあ精度よくだん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 実験できるようになっていたので、その光の速さは実は誰から見ても一定っていうのは話 っていうの、まあうね、ののはは実そ当時の共通認識になっっていいたののかかもししれないですねちょっとその辺は僕はあの詳しくは僕詳くりません,なんともだからその時になぜこれをあどのくらい悩んでこれをボンって出してきたのかってちょっと分からないところありますけれどもどうしてもねあの何か理論としてまとめるときはどうしても後付けになってくるというか後で整理してまとめるので一番最初に本当に思いついた時のモチベーションの形でババババばと書いていくわけではないでしょうからねそれはちょっと分からないですけどもいずれにせよ、まあ、この2つをですね基本原理として仮定して このセットアップで何が言えるだろうっていうことを考えていくんです。でそのこの物理をこの数学に入れてあげるとローレンツ変換っていうのは出てきます。でその出す時の計算はそんなに難しくないわけです。で実際ですねじゃあ、えっと、やりたいことは結局何なのかっていうと、えっと、ガリレー変換はこんな感じだったんですね。結局 S さんと S プライムさんから見た時にどう見えるかっていった時にガリレー変換はこうだったわけですよ。 一つの現象を観察する、S さんと S プライムさんが観察したときに、S さんと S さんが観察する物体の位置や物体のそのときの時間と、S プライムさんという動きながら観測する人が様子を見たときのその物体の位置座標とか、その出来事が起きたときの時刻っていうのはこうなんだと。だ時間は二人では共通で、でまあ、S プライムさんが動いてる分だけ位置座標がちょっとずれて測られるみたいな、ね、自分が追いつく分だけちょっと間縮まるみたいな。そういうことが起きるんだって、これがガリレー変化です。 でこれがだから S と S プライムの間でお互いこんな風に見えたよっていうお互いのまあ主張をまとめたものなんですねで。だからこれと同じものを同じようにこのセットアップこのこれを1、2を貸して貸してこれをまあ再,、えー、と再計算してみようと。やりたいことは 動いてない人、止まってる S 人と、それから、ある速度で動いている S プライムという人がいて、その二人が、このボールを二人ともこう観察するわけですよね。その時に、この人は、俺はこの位置にいて、この時刻の出来事でしたと言い、この人が、いや、俺は物体はここの位置にいて、その出来事はこの時刻だったよっていうことを言うと。この二つの間の変換がどう結びついてるかってことを理解してあげれば、数式で書いてあげれば、 互いにどう見えてるかってことが分かるわけです。でやりたいのはその計算です。で、今、ガリレー変換こうですと、じゃあ、同じようにして、1、2というこの条件に基づいて、その中でどう見えるかっていうことをちょっと考えてあげることにすると、まあ、とりあえず、ガリレー変換もですね、完全な嘘っぱしでは絶対ないわけですよ。というのは僕らの目に本当にこう見えますからね。 日常生活の範囲でこう見えるので当然この形を踏襲したようなものにローレンツ変換だって何かなってるはずなんですよ絶対関係てる形になってるはずなのでそこでですねまあ話を簡単に少しするために大まかな形としてこういう形は仮定しましょうこいつを仮定 これを仮定しましょう。で、えっ、ー、と、こういうふうにですね、えっ、ー、と、まあ、なんていうんですか、ガリレー変換とは見え方が違うかもしれないけれども、こういうところの係数ね、こういう数字、値は変わってくるかもしれないけれども、少なくともこんな感じでガリレー変換見てわかるように、えっ、ー、と、物体のですね、S プライムから見てどこに見えるかっていうのは、S さんが測った時の物体の位置や、その時の時刻に関係してちょっとずれてくるわけですよね。 この時刻が立てば立つほどこの人で移動してきますから。だから当然この人が見た時の測った時のボ,ールのボールの位置というのはこの人がどのくらいずれたかっていうここの長さに関係してくるので、x や t に関係する値になるわけですよ。で、その部分の数字は変わってくるかもしれないので、まあちょっとこういうふうに置いていきましょうと。で、それから時間もこれ鍵になってくるわけですけれども、時間はえとまあ僕らちょっと結果知ってるからこうちょっと置いてるとこありますけども、人それぞれで時間の流れ方も変わってくるはずなので t' イコール t ではないかもしれないので、 t' と t は違うかもしれないしさらにまあちょっとね形のことを考えてここに d をつけておきましたさらに x の前にも係数をつけておきましたそれなぜならばこれは1つ前の動画のところでちょっと語ってたことですけれども電磁気学の理論というのは波動方程式ってやつがあってその波動方程式は x とそれから t もうちょっと正確に言うと x と ct 時間を c 倍した ctct CT と x の間で対称な理論になってたんですね この二つを入れ替えても形が変わらないという非常に綺麗な性質を持っていた。とするならば、電磁気学の理論は、電磁気学の理論は、ローレンツ変換に対して例えば対象で、えー、普遍性を持ってるとするならば、だったら、電磁気学の理論はこの二つを入れ替えても綺麗な形、変わらない形をしてるんだから、ローレンツ変換もまたそういうふうになってないといけないはずなんですね。なぜなら、あの、一つ前のところではっきりとお見せしたように、ガリレイ変換は、X と T がですね、同じ変換になってないんですよね。 バランスが良くない。この2つの x についての変換と t についての変換が全然こう形が揃ってない形が揃ってないものを形のバランスが取れてる波動方程式に入れたらそれが出てくる結果はんかバランス崩れちゃうんですね変な式が出てくるってことになるなのでもし電磁気の理論がローレンツ変換で変わらないんだとするならば当然ですね、えー、とローレンツ変換の形もこういうような感じでですね t と x についてバランス取れてる感じになってないとおかしいんですよ対称性が高くないとおかしいんですね まあ、えっと、さらにまあ、もうちょっと例えば、X の2乗とか T の2乗とかつけてもいいじゃないかとか、いろいろ拡張の仕方はあるんですけども、実は、えっと、変なね、拡張してしまうと、完成形の話ではなくなっちゃったりとかするんですね。つまり、えっと、一定の速度で互いに動き合ってる人間じゃないといけないのに、加速度運動してしまうような人間が出てきてしまったりとか、それちょっとややこしいことになるので、一番ね、あの、単純な等速直線運動でお互い動き合うっていうことを実現するために、この形をまず仮定します。 で、えっ、ー、と、A とか B とか C とか D とかっていうのは、それはですね、えっ、ー、と、物体が、えっ、ー、と、ここ見てわかるように、えっ、ー、と、まあ、これですね。例えば、この2つが仮に、えっ、ー、と、まあ、同じもんではないんですけども、えっ、ー、と、対応して眺めるならば、例えば B のあたりは、この辺の V に関係してる感じがしますよね。そこからわかるように、えっ、ー、と、この A とか B とか C とか D、C はちょっとあの、高速の C と紛らわしいので、僕は大文字の C はこんな感じでちょっとオーバーに書いておきますけども、は、えっ、ー、と、V の関数ですね、になってるはずです。 速度に依存して値が変わるというか、になってるだろうと。まあ、そりゃそうですね。早ければ早いほど間、距離縮まるとかる、ね、後ろから追いかければ縮まるみたいなことになるはずですね。なので、V の関数にはなってるだろうと。ということは、まあ、これはいいでしょうと。で、えっと、それからもう一つ、えっと、あとは、これちょっと事前の,あの後のためにちょっと言っておくだけなんですけども、えっとね、C は正としておきます。というのは、えっと、C って T の前についてる係数なんですけど、これ、C がマイナスだとですね、 t っていうのは動いてない人、止まってる人が測ってる時計なんですよね。で、t' って言ったら動きながら見てる人が持ってる時計なんですけど、ここにマイナスついてると t と t' の進む方向が逆方向になっちゃうので、この人が未来に,あの未来に進むというか、普通の現象を観察してるとき、この人はまるでそれが過去に遡ってるかのような話だと観測するってことになっちゃうので、2人が全然時間の流れ方が逆になっちゃうと、それは変なので、これはまあ、せいだというふうに仮定しておきます。 でしょうかね。まあ、他にも、ま、ちょっと後の方でちょっと使わないですけど、例えば、えっ、ー、と、他にもいくつか置くことができて、例えば、速度が v イコール0の時、つまり、この人がもし動いてないならば、動いてないならば、二人は全く同じ現象を観測するに決まってるので、v イコール0ならば、えっ、ー、と、x' が x になって、t' がそのまま t になるはずなので、えっ、ー、と、a イコール c イコール1で、えっ、ー、と、b イコール d イコール0になるはずですね。いいですよね。 えとこの人がもし止まっているときには B とか D とかっていうのは全くなくなりなおかつ A が1で C が1になって X プライマー X、T プライマー T って形になって、えー、まあ止まっている2人が観察したら同じ結果になりましたねっていうのはそりゃそうですよねっていうことになるはずです。ということでまあちょっとこれは仮定しましょう。じゃあその上でいよいよちょっとやっていってみますよローレンツ変換導いてみましょうか。さあ。とりあえずこれがセットアップなんですけどじゃあこれでえっと えっと、物体がどういうふうに動くかということをちょっと次に考えていってみると、えっ、ー、とですね、どうするかというと、えっ、ー、と、まずですね、ここに、えっ、ー、と、条件をいくつか入れていくんですけれども、どうするかというとね、まず、ステップにちょっと分けて考えます。ステップ1。まずはですね、えっ、ー、と、この人から見たら、この人は V で動いてるんですよね。うん。そしてこの人から見ると、この人はマイナス V で動いてるんです。っていう条件を考えるだけで、実は A、B、C、D という係数はある程度絞り込めます。 それはどういうことかというと、まず S から見て S プライムは速度 V で動いている。いいですね。で、この時、えー、とつまり S から見て S プライムは V で動いてるってことで、まあ一定の速度なので、一定の速度なので、えっ、ー、と、これどういうことかというと、S が測ったら S プライムの速度は、えっ、ー、と、 S, S の座標は X と T です。S の座標は X と T です。だから、S から見たときの S の動き S。S から見ると動いてる S' さんは、こういう速度で動いてるはずなんですね。S' さんの速度。これ、つまり、えっ、ー、と、S さんは観測者としてここにこういててですね、 で、えっ、ー、と、S' さんはこう動いてるんですけども、この人の速度 V なんですけど、この人を S' さんが観測するんです。この人から見て V だ。ね、S さんから見てこの人 V で動いてるっていうふうに言ってるので、S さんは、まあ自分の言うと、例えば原点とかなんかで、ここの位置です。この人が、えっ、ー、と、ある時刻、時刻 t に、時刻 t に x にいましたと。x of t にいましたと。 そうすると測り始めたら、最初この人原点にあ、あ、そうか、そうですね、ごめんなさい。最初に原点にいたっていう、あの、ガリレー変換の時にセットアップちょっと言い忘れましたね。最初原点にいたとします。最初原点にこの人揃っていたとして、そうすると時刻 t 立てば、まあ、ここまで動くわけですけども、この、かかった時間が t で進んだ距離が x なので、進んだ距離が x なので、x 割る時間ですね。x 割るかかった時間は v であると。s' はこれを観察します。で、これと、ここにちょっと物理を入れていきたいんですけども、 これは S さんが見た S' の動きなんですよ。で、これをですね、じゃあ S' さんはこのことをどう観測するかっていうと、S' から見ると、まあ、S' から S' を見るんです。S' から S' さん見るんじゃないでしょ今ねあの S、S' さんが観測した動いてる人の動きがこれなんです。で、これと全く同じことを S' さんにも観察してもらいましょう。つまり自分自身を観察してもらいましょう。 そうすると、S' さんからすると、自分は動いてないんですよね。動いてないという言葉の意味は、この人が持っている座標軸の中では、いつもこの人原点にいるんですよ。ずっと。ずっと原点にいるので、S' から見ると、S' は、まあ常に、X' イコールゼロにいるんですよね。いいですよね。なので、で、これが同時に成立してないといけないんですよ。 これ同時に成立してないといけないですで。同時に成立してなかったら、これ同じ現象を見てるってことにならないので、この二つは同時に成立して、お互いの主張に矛盾がないってことになってないといけないんですね。って考えると、今、x' とか t' っていうのはこの関係で置いたので、x' が例えば0、こいつが0の時に、えっ、ー、と、t 分の x は v じゃないといけないって言ってるんですよ。で、t 分の x ってちょっと書き換えてあげると、t 分の x イコール v っていうのを書き換えてあげると、 x-vt っていうのはこれ0で、すよねで、えー、とここにある x' っていうのをやると、x' イコール0より、これが ax プラス bt が、これが0にならないといけないわけですけど、これちょっと a をくくっといてあげると、こんな感じになるわけですけど、これは、えー、とこれで見比べてください。この2つが成立するためにどうしたらいいか。 t 分の x が v になるためには、まあ、つまり x 引く v は0じゃないといけなくて、で、x' イコール0のときには、これが成立しないといけないんですけど、x' イコール0のときに、これが成立するためには、ちょうどですね、こことここを見比べてあげれば、ここと、ここのファクターを見比べてあげれば、この二つから出てくるのは、a 分の b は -v という、この関係が出てくるわけですね。だから、b は、 マイナスの VA という形で、つまり、えー、ABCD という4つ分からない係数があったんですけど、1つ目の B は A でかけちゃいました。A はこれでかけましたいいです、ね。で、これがまずステップの1つ目です。で、次に今度はですね、ステップの2つ目。今度は特殊相対性原理からいくと、お互いの主張っていうのは逆回しにしても構わない。つまり、えー、S さんが言ってる主張と S プライムさんが言ってる主張は同時に整理しないといけないので、今度は、ステップの2として、 S, S' から見て S は今度はマイナス V で動いていると,ということになるわけですね。で、そうすると S' から見て S がマイナス V で動いているってことは、つまり S'、これ数式で書きますよ。S' から見ると S は、はい、今度は S' さんは使ってる座標軸は、 エクスプライムであり、そして自分が持っている時計は t プライムなんですよ。で、この人の主張はこの人の座標軸で言わないといけないんです。なので、t プライム分の x プライムはマイナス v という、こういう運動をしてるはずなんですね。いいですね。s プライムから見ると s はこういう運動をしてることになります。で、この時同時に、 この時同時、あ、うちょっと消しちゃいました。えー、としまっと、ちょっと消しすぎた。えっ、ー、と、まあ、いいえっ、ー、と、この時同時に、この時同時に、今度同じことです。さっきは、えっ、ー、と、S プライムさんに S プライム自身を観測してもらったじゃないですか。同じように、この時、S から S を見ると、この人常に X イコールゼロなんですよ。 S, S さんは S から S を見るんですね。S から S を見ると、自分としてはずっと座標の原点で自分動いてないと。でも、この人から行くと、いや、俺の持ってる座標軸では、あんたはマイナス V に動いてるっていうふうに言ってるわけです。なので、この2つは同時に成立してないといけないです。この2つがまた同時に成立しないといけない。これね、1つね、この段階です結構なんかもういいこと出てきてるんですけど、えっと、 これね大事なことは S プライムから見た S の動きはこれで測ってるよね。これね、相対性理論ってその 観察している人ごとに、えっ、ー、と、時間の長さが変わるみたいな話だけが先走ってね、いろいろ皆さん知ってると思うので、そうすると、じゃあ、例えば、速度 V で動いてるって言った時に、この V は誰が測った V なんですかと。この人が測った V なんですかこの人が測った V なんですかそれぞれ時間の長さが違うんだから、この V って、どっちかが測った V だとしたら、もう一人の人から見たら、マイナス V とかならないんじゃないですかっていうような質問をね、考える人が、あの、いてくれて、まあ、非常にいい質問だと僕は思うんですけども、実はですね、ちゃんとそれが成立するように考えて作ってるんです。 ローレンツ変換というか、実は相対性理論の本質の一つに、速度を一定に保つというか、速さを一定に保つというところがあってですね、確かになんかその時間の方だけがずれてしまうと、速さがですね、S から見て S プライムが V、そして S プライムから見て S がマイナス V ということが成立しなくなる可能性あるんですけど、でも、実は相対性理論ってのは速さに注目しているので、時間が変わるとき、同時に空間も変わるんですよね。なので、t 分の x が V。 っていうことを主張しているときに t' 分の x' がマイナス v になるっていうことが可能になってくるんですよ。でさらにもっと言うと、2人から見たときに互いに光の速さは c は全然変わらないっていうことはちゃんと置けるんですよね。だから時間と空間の方が、まあ、あの速さ c が、光の速さ c が一定に保たれるようにうまい速度の変換式を作るがために時間の方と速度の方あ、時間の方と空間の方を両方いじくって c という比は一定に保てるようにするっていうようなことをやってるのが相対性理論なんです。 だから、速さに注目しているというか、速さ、光の速さを根源的な量だと考えるっていうことが相対性理論の何といっても本質なんですよ。ね。だから、これ、これちょっと気をつけてくださいね。とにかく S プライムから見ると S はこうなんだ。S プライムが測っているんですから、この物流になります。で、その時 S さんは、自分はずっと、S、X イコル0にいると思っているわけです。で、ちょっと今、さっき消しちゃったんですけども、えっと、この時にですね X X、X プライムは AX プラス BT となっていて、で、T プライムは えっと、ct プラス dx となってたわけですけれども、これがローレンツ変換で今仮定してたやつで、で、まあ一つね、あのもう b については一つちょっと分かったわけですけど、えっ、ー、と、この時に、じゃあ、えっ、ー、と、これがだから同時に成立しないといけないから、これを同時に成立させるためにはここに入れてあげて、これ、これ同時に成立させるためには、これを考えると、 x イコール0いうことは、x イコール0っここに置きますと、そうすると、x' は x イコール0にしたら、まあ、bt になって、それから、これ、0にすると t' プライムっていうのは、えっと、ct になるわけですけど、そうすると、今分かってるのは t' プライムと x' プラの比がマイナス b って言ってるわけですから、t' プライム分の x' プライって比を考えてあげると、これは ct 分の bt です。ってなりますけども、t と t 逆分できますから、c 分の b となりますね。 で、まあ、B はすでにこれマイナス V って、これちょっとあの、ああ、えー、っと、どうった ?B はマイナス VA って分かってますから、マイナス VA もちょっと書いてもいいと思いますけども、マイナス VA。B はマイナス V。B はマイナス V。なので、まあ、これ C ですけれども。で、それが何にならないといけないかっていうと、マイナス V にならないといけないんですね。っていう結果が出てきたので、これで一つ分かったことは、C 分のマイナス V はマイナス V ですから、A イコール C と。C と A は等しいってところまで絞り込めました。いいでしょうか。 だいぶローレンツ変換の正体が見えてきましたよ。もう最初はね、文字が4つありましたけれども、えー、とそのうち2つはですね、全部 A で書けることが分かってしまったので、結局ここまでで分かったことは、ちょっと改めて整理して書くと、えっ、ー、と、X プライムは AXB の値がマイナス VA ですから、マイナス VAT なので、A でくくって X 引く VT と、ここまで。 お、なんかこのね、ガリレー変換のね、形みたいなの出てきましたがなんかこういい感じですよね、これね。ね、ローレンツ変換ってのはガリレー変換含んでないといけないですからね、これいい感じです。で、同じように、じゃあ t' はどうかっていうと t' は、まぁ、あ、ちょっと c は分かんないんですけど、えっ、ー、とあ、あ、ごめんなさい、c は、d が分からないんですけど、c は a だって分かったので、a、c は a だって分かったので、ct プラス dt とあで、あ、ごめんなさい、dx と。言い換えてばっかり、見間違えてばっかり。はい。こんなになりました。これ、ステップの2です。 これステップの2で結局ここで何やったのかっていうととにかくまずセットアップを真面目にぶち込んだっていうところですねセットアップを真面目にぶち込んでいったらここまで絞り込めましたでそうすると次まだ使ってない前提があってステップの3は高速普遍の原理これ使ってないですね だから光の動きに対しててててちょっっと考えてみてくれよって話なんですけど光の動きについて考えてみると高速が変わらないから,だから光については S、S' ともにどっちが観察しても光は、まあ、光であの S さんと S' さんが見た時に、まあ、S さんがこういてです、ね、S さんはこういう座標軸を持って見ててで S' さんはこう、まあ、動きながらこう随分に座標軸を張ってこう見てるわけですけども。 動きながら座標軸をこう張って見てるわけですけれども、その時にまあ光が動くわけですね、えーとまあ。星でいいかどうか分かりませんけど、光がまあまあこっちに行くのと光がこっちに行くのとまあ2通りあると思いますけど、例えば光がこの,この人から見たら C で行くし、それからこの人から見ても C で行くんですね。これから見ても C で行くんですね。で、光の速さって速さはとにかく2人それぞれ自分の座標系で測るわけです。この人は自分の持ってる座標軸の と時計で、測らなないいといけなくてでこの人はこの人で自分の持ってる物差しと自分の持ってる時計で測らないといけないわけです。という状況になってます。いいですかで、こう考えると、そうするとここから言えるのは、まあ、光は両サイド行く可能性があるので、もうちょっと両方まとめて書いちゃうのが楽ですけれども、えっと、S さんからすると、光というのは、まあ、こういう速度で、光の進んでいく様子っていを見てると、光というのは必ず、 光が進んだ距離と光がその時にかかった時間を計算すれば必ずプラマイ C になります。で、その時、かつ任意,、えー、と任意の状況において S プライムさんはどう考えるかっていうと、かつというか S プライムさんですね。S プライムさんにとっては光はこれを向こう満たすわけです。プラスマイナスを満たすわけです。なので、 なので結局ですね、これちょっと両辺二乗しちゃえばいいと思うんですけど、S さんにとっては t 二乗分の x 二乗は c 二乗と。これでちょっとプラマイのめんどくささなくなりますね。で、えっと、s さんというのは t 二乗分の x 二乗が c 二乗と。が、まあ、光については、まあ、2の、常に成り立つんですね。2の x とか t について成り立つ。この条件は満たさないといけないわけですよ。で、ここで、 この2つをだからあとは見比べてドッキングさせてあげればいいんですけど、その時に役に立ちそうなのがこれですね。これです。x' と t' とは分かっているので、ちょっと入れてみましょうか。ちょっとまずこれ1個整理すると、s のところから言えてることを整理すると、これは x2 乗 -c 次乗 t 次乗イコール0がまず言えるわけで、で、s' から言えるのは x' のこれですね。x' の2乗は -c 次乗 t'2 乗イコール0なんですけど、ここへ、 これを分かっているこの結果ですね。まあこれをじゃあ例えば、まあスターマンしておいて、スターをだじゃあ例えば代入しましょう。すると、言えることは、X プライムの正体はこれです。これです。だから、A 二乗倍の X 引く VT の2乗で引く、えっと、small C 二乗で T プライムの正体はこれなので、これを AT プラス DX の2乗イコール0と、こんな感じになります。うん。 でこれは展開するだけなので頑張って展開して整理しましょう。そうすると、ここは x2 乗引く 2vxt プラス v 次乗 t, t の2乗をで引く、えー、small c 次乗がつきますけども、a 次乗 t 次乗プラス 2addx プラス d 次乗 x 次乗イコール0と、こんな感じになります。 で、えー、っとね、これと結果を見比べたいんです。なぜならば、2の x、t について、これが成立しないといけないから、これについても同じように、同じことが言えないといけないので、これちょっと整理すると、えー、っと、x で、同類項でくくれば、ここにありますね。なので、a 事乗引く、small c 事情、d 事乗の、x の2乗、それからね、x かける t っていうクロスタームが出てきちゃうんですね。ここにはないやつ。このクロスターム消えないとおかしいんですよ。 これと無矛盾にならないといけないので、これ消えないといけないんですけど、これ整理すると、2で a とかがあるので、えっと、引く2倍の a でくくってあげると、えっと、こいつは、えっと、av、えっと、プラス,ス、small c の2乗を、え、で、2と a は出してるので、で、マイナスも出してるので、d ですね。えっと、d の tx。ややこしいですね。めんどくさいですね。え、ちょっと長いですけども。 で、まあ、ただね、長いんですけどね、これね、頑張ってきゃ出るので、頑張ってきゃ出るやつって頑張りゃいいんですよね、とりあえずね。まあ、パターンです。あと、まあ、ちょっとこっちと比べたいので、マイナス C 事乗をこう出しておきたいですね。マイナス C の二乗をこう出しておくと、ここは D、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、T だった。ごめんなさい。ここですね、えっ、ー、と、A の二乗がここにあるんですけども、あと、ここに T のとこ、これですね。これがあるので、 C 次乗分の V 事情にしけばいいですかね。こんな感じになります。さあ、だいぶ絞り込めてきましたよ、これで。これが成立してないといけないと。つまり、ここの式と、一番と、二番。一二が、二の。 2の、えー、と CT および X についてあ、CT ってまだ書かなくていいですね、まあ。T と X について成り立つと。成り立つためにはですね、この少なくともこの真ん中のこのクロスタームってですねこれもうすぐに消えないといけないのがわかりますね。まずね。まず少なくともここですね。で、あとのところは全部一体一対応していけばいいんですけど、まず、えっ、ー、と、クロスタームの クロスってのは、だからと、これ、これ、x 事情とか、これ t 事情ですけど、t と x の掛け算が出てきてる。これ、ね、あの斜めに掛けてるっていう意味で、これ、クロスタームっていう言い方をしますけども、ここの部分、0じゃないといけないから、クロスタームが0であるってことは、結局、ここが0です。まあ、a が0だと全部0になっちゃうんで、えっ、ー、と a、a じゃない、ここが0じゃないといけないから、av プラス c 事情 d イコール0よって、d は、 マイナス C 事乗分の VA となって全てのローレンツ変換の係数がまず A でかけちゃいました。で、あとまだじゃあこの辺どうなんだってことをこれね、これまとめていくとこれね、これまとめていくと実は、えっと、D の値がマイナス C 事乗分の VA って分かったのでこれをここに入れるとですね、これと同じ係数出るんですよね。これちょっとまあやってみてください。これを2へ代入すると。 結局ですね、全部これきれいにちょっとまとまっちゃって1、1-c 事乗分の v 事乗 a 事括弧 x こ x 引く -c 事乗 t 事乗イコール0となります。ちょっとここ、こんな感じ。こんな感じになりますま。これちょっとぜひね、皆さんね、自分でちょっと試してみるといいと思います。あの、2乗で一瞬、まあ、めんどくさいことはめんどくさいんですけども、まあ、大して長い計算じゃないですから、こんなもの。ちょっと頑張ってやってみてください。ぜひね。 ということで、こんな感じで出てきます。はい。ということで、まあ、これはね、実はね、これ以上何も言えないんですね。これ、あの、何しろ、まあ、これはこれで一つ終わりなわけですよ。というのは、えっ、ー、と、先ほどですね、S から出てきた結論は、これが0だったんですね。うん。で、えっ、ー、と、もう一つ、えっ、ー、と、S' から出てきた結論は、これが0なんですけど、これ矛盾してないですね。ここ0ですから。ここ0ですから、まあ、0になるのは確かに成り立っていると。ただ、問題は、ここわかんないんですよね。 この係数、結局 A は何だと ?A はいくつなのかってちょっとまだ分かってないんですよ。なので、ここでもう一回物理を入れていきますね。とりあえず、ここまで分かったことは、ここまでで分かったことは、B はマイナス VA。それから C は A。D はマイナス C 事乗分の VA が分かったので、ローレンツ変換の式としては、 こういうところまで絞り込めましたねと。A 倍の、えっ、ー、と、t-c 事乗分の vx と。ここで絞り込めました。ということになってきます。で、こっから先はですね、あの、 行列とかの知識を持っているとと早いことは早いこはですというか、えーと、まずですね、えーとまあ、行列の知識を持ってなくても構わないので、ちょっとこの式の書き方はあんまり綺麗ではないので、少しちょっと綺麗な書き方に書き換えたいんですけど、この式ね、あのー、最初にも言ってたように、電磁気学の理論は CT について対象だったんですよね。だけど、この形って CT、あ、CT、についてじゃない、ごめんなさい、CT と X について対象な形にまだなってないんですよね。 そんな形になってないので、明らかになってるっていうふうに書き換えましょう。ね、なんでなってないかっていうと、これ t と x で書いてる式なので t と x について書いてる式なので ct について書いてないので ct を作ります。そうすると、これ、えっ、ー、と、どういうふうにするかっていうと x' は a 倍の x 引く、これ t が ct になってないので、ここ無理やり c 入れちゃうんですよ。で、無理やり c 入れたら等しくなくなっちゃうから c で割っときます。 何を言ってるかというと、C 分の V と作っておいて、ここを CT に変えておくと。いいですよね。これ C と C 約分すれば VT になりますかね。で、こっちは簡単です。こっちはね、両辺 C 倍してあげればいいです。両辺 C 倍してあげると、C が掛け算されて、で、C 倍すると CT になり、C が掛け算されて、C1 個約分されて、こうなるわけです。そうすると、これ明らかに、 CTX について対象な形になってると思いませんか綺麗な形になってますよね。もしここで行列を知ってる人がいたらですね、行列をご存知の方がいたら、その人は行列なんかで書いてみると、もっと綺麗になると思いますあの。よくまあ、慣習的にですね、慣習として、まあ、CT の方を上に書くことが多いんですね。 ct とかまあ ct' プで意んですけど、行列で書くんだったらこんな感じで ct' プライムっていうのを上に書くことが多くって、相対性理論では時間成分を上に書くことが多いんですよね。で、それで書いてあげると、これ行列で書いたらこんな感じになってます。行列で書いたら、まあ、ままこうでもいいかな。えっと,と、a とマイナス βA とマイナス βA と A で ctx みたいなこんな形になってます。で、ここで β っていうのは何かっていうと、β は c 分の v ですね。 のをよくベータっていうに書く書書んんでですす。けけど、こんな感じで書けますもちろんこんなふうに書かなくてもよくってこれでいいんですよ別にこれでいいんですよ A 倍の、えー、CT 引くベータ倍の A の X でも構わなくて X プライムは A×X マイナスベータ倍の A×CT と、まあ、こんな感じになっているわけですこういうなっているわけですいいですかね で,で、これでまあひとまずまあローレンス変化大事で絞り込めてきたんですけど、A を決めないといけない。結局、A が分かってないので、A をどう決めるかっていうことなんですけど、ここでまた再び物理を入れると。それは何かというと、これね、今、これは何かっていうと、これは、ここで書いたこれは、これは S' の座標ですね。動いてる S' さんが使ってる座標です。 でこちら側はこっちは S さんが使っている座標です。だから S の座標と S' さんの座標を S の座標で表したっていう形なんですけど逆にすることも当然できて S さん、えー、今度は逆に S' から見て S さんの座標がどうなるかっていうことも書けるわけです。つまり、えー、とこれはですねあくまで、S えー、と止まってる人が 動いてる人を見たら、動いてる人の座標系が、まあ、動いてる人が使ってる座標形が、まあ、この形になってるので、止まってる人がまずいろいろとまあ測定していて、その測定値と動いてる人の測定値にはこういう関係がありますみたいな式なんですけど、逆もできますよね。今度は何をしたいかっていうと、えっと、ここでやりたい、次にやりたいのは、えっと、S の座標を S プライムで表してみようと。 表してみようとで表し方って実は2通りあるんですよ。表す,すぐあの表すための数式を見つける方法って実は2通りあるんです。まず1つ目は何かっていうと1つ目はこれこの数式って S' について S で表してる式だからこれ逆解きして。 この与えられているこの式ですねまあこれじゃあスターのプライムとおきますけれども一つ目はスタープライムを逆に解いて CTX についての式に直すいや具体的に何を言ってるかというと例えばですねこの式でこの上の式をベータ倍してくださいこの上の式の両辺をベータ倍してくださいでそれを足してください このベータ倍した式とこの式をガシャッと足します。書きましょうね、もうね。これじゃあ、丸三番と丸四番としますけど、具体的に例えば、丸三番かけるベータプラス丸四番をやってあげると、そうすると、ベータ CT プライムは A ベータ CT 引くベータ2乗の AX となって、下はまんま X プライムは AX-βACT なんですけど、ここベイベータ CT、ベベータ ACT って同じものを作ったので、これ足し算してあげると、X プライムプラスベータの CT プライムは、こことここが消えて、ここだけ残って X だけ残るんだよ。つまり、A 倍の1引くベータ X で残ります。そうすると、そうすると、 X について解けば、X は A 倍の1引く β の次乗分の1かける X プライムプラス βct プライムってことになって、これがほら、ね、何かっていうと、S さんが使ってる座標形は、S プライムさんの座標形とこんな感じになります。こんな関係にありますと、ね。S プライムさんが、例えば物体が X プライムって位置にいて、その時の時刻が t プライムだったならば、 そのとき、同じ現象を s んが観測したら、ボールはこの位置にいることになるって言ってるわけですよ。ね、っていうふうに、この式から逆解きして、左辺に x を持ってきて、x' と t' ってプライム付きの量を右辺に持ってくるってことは、式変形でできるわけです。同じように、じゃあ、ゃああの今度はですね、3×β、えー、と4でやったんですけど、今度はじゃあ、えー、Ct を右辺あ、右辺じゃない、ごめんなさい、左辺に残そうと思うと、つまり、えっ、ー、と、 X を消しちゃいって話になるんですけど、X を消したかったら今度は下にベータ、下の式にベータ倍して、で、今度は引けばいいですね。えっと、あ、じゃあごめんなさい、えっと、それ、やっぱり足せばいいですね。えっと、3番はそのままでよくて、4番の式かけるベータよりこれ作ってあげると、やりましょう。CT プライムは ACT 引くベータ AX っていうのと、これ、ベータ倍して X プライムは。 Aβx-β2 乗 ACT とこれ作ってあげたと。作ったのでもう消します。で、これをまた再び足しますと、えっ、ー、と、今度はここがこう切られるわけですね。この2つ消切る。で、残って、えー、と CT' プラス βx' は えっと、a 倍の 1-β 事情の ct となって、結局 ct の正体は、a 倍の 1-β の事情分の1の ct' プラス βx' こんな感じになると。ということで、s の量を s' の量で書きたらこんな感じ。ってことで、この2つできたと。ということで、これでまあ一つ、えっと、s の座標を s' で表してみようという目標は一つ達成したんですけども、もう一つ、2つのやり方があると。それ何かっていうと、考えてみれば、これ、 立場を逆転させるだけなので、速度を v からマイナス v に変える。やおしまいの話なんですよね。考えてみれば。何言ってるかわかりますかね？ここでえっ、ー、と今逆解きしましたけど、そんなことする必要なくって s さんから見たら s プライムさんは v で動いてるわけですよ。でも結局、v、えっ、ー、と s プライムさんから見たら s さんがマイナス v で動いてるだけなので、今 v で動いてる時の式をさっき出したので。 あの V をマイナス V に取り替えたら、そのまんま反対側に動く人の動きの話になりますよね。ということで変えちゃえばいいと。で、変えちゃったときに、同じ、えっ、ー、と、そうですね。まあ、ちょっと最近それちょっと書きましょうかね。そうすると、今度は、どうしたらいいかというと、今度は何をしたらいいかというと、今度は、えっと、2つ目のやり方として、もう1つの考え方として、えっと、今度は、えっと、まあ、ベータと書いてた量が V 分の C 分の V ですけれども、 こいつをマイナスベータに取り替えれば、取り替えるだけで、まあまあ、正確には取り替えて、その後、プライムをひっくり返れば、なんですけどだちょっとだけではよくない取り替えて、さらに、CTX って書いてた部分と、2人の立場を入れ替えるだけ座標形入れ替えれば、とすれば、 S, S' の式,を式で S を表すことになると。何を言っているかというと、先ほどの計算のところでも、えー、ともとはです、ね、こうでしたね。もともとは、えー、こうきて、もともとはこうですこれちょっと薄いな。 これもかで、これはこれは S' の座標を S の座標で表した式だったわけですよ。でも、これを β、えっと、をマイナス β に取っ換えれば反対側に動いてる人ってマイナス β で動いてるような話になるわけです。で、マイナス β で動いてる人って誰から見てマイナス β で動いてるのかっていうとそれは S' さんから見たら その等の S3 の座標を知りたいと思っていてその S3 は S'3 座標で見ればマイナスタでマイナス v で反対側に動いてるだけだからここをこういうふうにするだけで OK でしょうと。こんな感じ。 つまり今度は S' さんが測ってる座標の話でもって s さんを見るって話なんですけど S' さんにとって物体が X' という地点にいてその時の時刻が t' だった時じゃその時 s さんにどう見えるはずかっていうと s さんはマイナス β で進んでいる人なので β をマイナス β に取り替えたこの数式で表されるような時間や位置を観測するはずなんですよねっていうことでこれでいいと。 でただここのところでちょっと一つ重要なことは1個あの入れてるんですけどそれこの時、えー、と A は普遍だとしますこの時 A はこう考えてるわけですでこれ自然な過程だと思いますなぜならば A というのはこれは、えー、と物体が、えーとですね、A というのは、えー、とこれは、えー、と速度に応じて関係してくるあのローレンツ変換の係数なわけですけどもこれね、えー、と物体が V でこっちに進もうが マイナス V でこっちに進もうが結果は変わらないはずなんですよというのは速さに応じて時間の長さが変わったりとかそういうことあるかもしれませんけど例えば時速20キロで東に動いた場合と西に動いた場合で物理が変わるってことはこれはちょっと考えにくいでしょもちろんその地球は回ってますからね時点とかしてますし後点もしてますから地球が動く向きと同じか逆かっていう違いが出ちゃうんだけどそういうのはなしで 宇宙空間に例えば僕らが浮いていた時どちらか重要な方向とか特殊な方向がありますかってそれってないですよね宇宙空間においては上も下もへったくれもなくなっちゃう。あもちろんその宇宙の形が、ね、例えば楕円 形とか卵型みたいな、いびつな形をしてたら、そういう特定の方向があるじゃないかっていうのは、それはもちろんそうなんです。なので、まあ今僕がここで言ってる話は、宇宙の形みたいなものに依存するような方向のことでもなくて、あるごく一部の限られた領域を見たときに、つまり宇宙空間全体の大きさとかそういうものが一切影響しないような狭い領域を見たときに、方向に応じて物理が変わるってことは、これないでしょっていうことを僕は言ってます。いや、ひょっとするとそれも過程でね、変わる可能性も、 ゼロではないですね。それはね。それはゼロではないですけれども、今のところそれを示すようなものは何も見つかってないです。つまり僕らの体において右手と左手というのに何か特殊な何か意味合いがあるかどうかっていうのは、えー、まあもちろんそうですね。あの、対称性の破れの話まで話してくるとそれは出てくるんですけど、でもそれもやっぱりスピンの方向みたいなねあ、あの、原子が回ってるような方向みたいな、そういうものの、あの、基準がまずある話なので、基準が何もなければ、えっ、ー、と、方向に応じて物理が変わるってことはないでしょうから、 速さはね、影響するでしょうね。速ければ速いほど何か変化するってことあるかもしれないけど、向きはどっちでもいいはずです。ね、こっちに進んだ場合の寿命の伸び方と、こっちに進んだ場合の寿命の伸び方は、ま変わんないでしょうね。っていうことを言ってます。なので、えっ、ー、と、β のプラスマイナスの向きを入れ替えたとしても、a については何の変更もないだろうというのは仮定してるわけです。それがこれです。絶対値 b って書いたのはベーあ、絶対値 β と書いたのは、β がプラスでも β がマイナスでも、a は変わらんとしていいでしょうねということですね。 ということで、ここで分かったのは、えっ、ー、と、今ちょっとここに書いてたやつと、これとちょっと見比べたいんですが、先ほど分かったことは、先ほどは、これが分かったわけです。1-β の事情分の1の ct' プラス βx' というのが分かり、そして x、まあちょっとここに今消しちゃってたんですけども、これ改めて書くと、こんな感じだということがこう分かっていたと。こんなことが分かったと。 ということで、ようやくです。さあ、出てきました。この二つを見比べましょう。この二つを見比べます。で、見比べてあげると、この二つは同じじゃないとおかしいんですよね。この二つは同じはずですから、そうすると、ここのファクター、まあ、ここは結局同じですけどね、これとこれは、これとこれに等しいはずなので、この二つを見比べてあげると、結局、A は、 A 分の1分のの 1-β 1なので A はプラスマイナス 1-β 2つの可能性があるのかってことを一生思いますけれども一番最初に置いてた条件もう既に1時間くらいやってますから、えー、とそんなの全然覚えてないとは思いますけどもここで C 時間の前についてたローレンツ変換の C という係数が正であったとこれね何だったかというとえっ、ー、と ローレンツ変化のその係数のところで、えっ、ー、と、最初こういう風うに置いてたわけですよね。a 倍の x プラス b 倍の t。t' プライムは c 倍の t プラス d 倍の x とこう置いてたわけですけども、この c です。この c は正だと。で、c は、a だって分かってたので、途中で c と a が等しいってことは分かったので、これは正。よって、a は1個に定まって1、1-β 二乗ルート分の1と決まります。 ということで、これでようやくすべてが決まりました。はい。で、この量は普通僕らはガンマと書きます。ガンマと書いて、さあ、これでローレンズ変換。ここでガンマイコール、こういうふうに書くことが、書くとことにして、結局分かったことは、CT はガンマ倍の CT プライムプラスベータ倍の X プライムそして、えっと、X はガンマ倍の X プライムプラスベータ CT プライム逆でも構いません逆でも構わなくて CT プライムと X プライムというものこの形に合わせて書けばガンマ倍の CT マイナスベータ倍の X ガンマー倍の x-βct ということになります。ということで、今出てきたこれですね。これ。これは結局、ct と x というこの s さんが使っている現象、s さんがある現象を測ったときのその現象の物体の場所と位置、あ場所と位置一緒だ、場所と時間、それから s' さんが測ったときにその同じときの、 同じ現象を見たときに、物体がどこにいて、どういう時刻だと S' さえ感じるかというね、この二つの変換。この二つのこの変換を、これをローレンツ変換と言います。